中畑が谷道は東京都渋谷区本町畑谷笹塚にある道。畑谷氷川神社の南山道付近から始まり、本町五丁目、畑谷三丁目を東西方向に貫き、笹塚三丁目に至る。概ね胸畑谷氷川神社畑谷三丁目北交差点、笹塚三丁目交差点富士見急、高校裏交差点までが該当する。 起点の旗ヶ谷氷川神社旗ヶ谷氷川神社の南山道付近から西側に伸びる道である。現在この道は何の変哲もない生活道路となっているが、旗ヶ谷地域の歴史に深く関わる道である。旗ヶ谷の始まりは宇治神であった旗ヶ谷氷川神社にあると考えられているが、そこから西側に伸びる中旗ヶ谷道はごく初期からある道であり、 この道周辺に集落が形成されたのが、旗ヶ谷村の始まりだという。旗ヶ谷村の範囲が定まった後も、この道は村を東西に結ぶ重要な役割を担ったと考えられる。かつてこの道の南側に並行するように、泉川が流れており、周辺は中旗ヶ谷田んぼと呼ばれる水田地帯となっていた。この道は、かつての水田地帯と高台の境界を成しており、 この道の南側定地、北側は高台となっている。また、かつてこの道の沿道、現在の旗ヶ谷三丁目付近に日本ヤスリ製作所と呼ばれるヤスリ工場があった。このヤスリ工場は第二次世界大戦で被害を受けた後創業を停止し、現在では都営住宅となっている。かつてこの沿道一帯が中旗ヶ谷と呼ばれていたことからこの名前がついたと考えられる。 現在でも中畑小学校にその名前を残す。なお、中畑ヶ谷は幾度かの町名地盤改正、住居表示を経て、現在では畑ヶ谷三丁目、笹塚三丁目となっている。渋谷区営コミュニティバス、八甲バスがこの道の一部をルートとしている。ありがとうございます。